安心しててくくださいたくささいいいたんんんここと待っるよ皆にちは加藤です今回ですねあの大阪・関西万博のロゴがキモいと言われてる件に関してなんですけど確かにねこれめちゃめちゃキモいっすよねなんか動物的すぎるというか可愛らしさが足りないじゃないですかなのでちょっとねあの 僕はもともと村上隆のアシスタントだったので、正直ね、そこらの一般人とレベルが違うというか、まあ、ずば抜けた芸術的な才能を持ってると思うんですよ。なので、ちょっとその僕がですね、このロゴを修正してあげました。ね。で、こちらです。これが、えー、修正したロゴですね。どうですか、これ。めっちゃ良くないですかなんかね、その、自然、 を感じられるっってていうことでで、まあ、葉っぱのデザインにしてですね、まあ、ちょっとあのポップさが出てるんじゃないかなと可愛らしさが出てるんじゃないかなと思います、ね、色の感じとかも変えてないんでそこまで大きな修正ではないんですけど、まあ、こういう自然が感じられる、ね、デザインにすればもう少し人気のあるデザインになると思うんで、まあ、これデザイン料42億円ですねあの大阪府に、えー、請求しようかなと思いますはい今回以上ですクッシュン